ダイハツハイゼットジャンボ。ハイゼットジャンボは、ダイハツ工業で生産されている、軽自動車である。ハイゼットトラックの一グレードとして存在する。9代目ベース車までは、特装グレードを扱い。通常の軽トラックは、B ピラーより後ろを荷台として使用しているため、シートは薄く直立になっているなど、長距離運転には、向かない構造となっている。軽トラックユーザーのすべてが、 必ずしも2台すべてを使用するわけではなく、運転室を後ろへ伸ばし、屋根をハイルーフで高く、バンと同じリクライニング可能なシートと、大型トラックのような窓をつけ、ボディを採用している。ハイゼットジャンボは1983年に登場し、6代目、7代目では、ハイゼットトラックのトップグレード扱いとなっていた。軽トラックに、 室内の広さと快適性を求めるユーザーから指示を得ている。8代目では一旦消滅し、9代目モデルは当初非カタログモデル扱いとなっていたが、2004年12月の大規模なマイナーチェンジを実施してからは再びカタログモデルとして昇格している。10代目からは通常グレードの最上級モデルとして扱われることとなった。1983年に登場した。 ハイゼットトラックのトップグレードとして 5MT4WD 専用カラーを装備したグレードがある。アトレイのトラック版を意識し、トラックとしては珍しく、ドレスアップ用オブンパーツがたくさんラインナップされていた。また、この仕様もその風貌から眉毛と愛好家に親しまれた。延長部のサイドウィンドウを開くことが可能となっており、エアコン未搭載車両の空調に役立っている。 エアコンはオプション設定。1986年にフルモデルチェンジされた。ハイゼットトラックのトップグレードとして存在しの MT 搭載グレードが存在している。オプション類はドレスアップ用のパーツ類が多く、アトレート共用可能なオプションもあった。延長部のサイドウィンドウは固定窓となったが、リアウィンドウがスライド式で開くことが可能となっている。 1992年のマイナーチェンジで 2WD、4WD にかかわらずフロントディスクブレーキが標準装備化され、2WD 車もタイヤが12インチ化。これに伴い赤色の専用ボディカラーは消滅した。1994年モデルチェンジと同時に姿を消したが、1997年にスーパージャンボとして特装車に追加された。 実質販売期間はおよそ1年間と、歴代ジャンボとしては最も短命であったため、見かけることが滅多にない。特装車扱いのため、ベース車両はスペシャルである。キャビンの延長は、歴代モデルで一番長く、エンジンのサービスホールは室内にある。サイドウィンドウがないために、左後方の視界が悪い。1999年1月に登場した。キャビンの延長量は、 歴代、ハイゼットでは控えめであり縦長のサイドウィンドウを装備している。サイドウィンドウは防犯を兼ねてスモーク化されている。キャビン延長部分の荷台側は下側がえぐられており、旧型までは積めなかった180センチメートルの長物が積めるようになっている。その代わりにシートを調節して足を伸ばすというジャンボの魅力が半減ししまった。ベース車両はスペシャルであるため、 OMT モデルでは出力の低い EFSE 型3気筒最致 C6 バルブエンジンエンジンしか選択できなかった。2000年2月にトラックの一部改良に伴いフロントバンパーがカラード化及び油圧式パワーステアリングバッテリーカバー完結式にスピードワイパーが標準装備化された。2001年1月にトラックの一部改良に伴い AT 車に 樹脂製、エンジンアンダーカバーが標準装備化され、4WD 車全車にメーカーオプションで13インチラジアルタイヤ、145R13LT6PR、ホイールが選択可能となった。またガードフレームのロープフック形状の見直しと、リアゲート部にもロープフックを追加したことで、二役性を向上し、ホイールハウス上部の形状を改良し、乗降性も向上された。 2002年1月にトラックの一部改良に伴いマニュアルエアコンが標準装備化された2003年6月にトラックの一部改良に伴い液晶式オドメータートリップメーター付電子式アナログメーターが標準装備2004年12月にトラックのマイナーチェンジに伴い外観と内装インパネのマイナーチェンジを実施したファブリックシート パワーウィンドウ、キーレスエントリーの標準装備化が行われていい。2006年12月にトラックの一部改良、仕様変更扱いに伴い2007年1月から施行される側面、及び仮面の視認性に関する放棄に対応するため、助手席側サイドアンダーミラー付けドアミラーを標準備化。これに伴い、デュアル SRS エアバッグをメーカーオプション設定し、 安全性を向上。2007年12月にトラックのマイナーチェンジに伴い新開発の系譜、ベイ型3気筒 DOHC12 バルブエンジンに差し替えとなり、特に 5MT 車の最高出力と最大トルクが大幅に向上した。2011年12月1日に一部改良。新たに運転席、エアバッグを標準装備とする。また、専用車体色。 パールホワイト EE トラック標準仕様のエクストラと同じメッキグリルや二大産業等を装備し、特別使用車、ジャンボリミテッドを発売。これに伴いトラックの一部改良同様、車体色のオフホワイトがホワイトに再び変更され、バッテリーカバーのハイジェットロゴのレリーフの灰、および 4WD 車の後部正面煽りの 4WD ロゴのデカールの調布が廃止された。 2012年4月2日、富士重工業にスバルサンバーのグランドキャブとして OEM 供給を開始。2012年12月17日に一部改良、仕様変更扱い。2013年1月から施行される1下機及び反射器等に関する放棄に対応するため、後方反射板を追加装備し、夜間の積み下ろし作業時や乗降時の安全性を向上。 合わせて JC08 モード燃費に対応した。2014年9月中旬により販売開始。上記の通りこのモデルから特装車扱いからカタロググレードの最上級モデル扱いに移行した。助手席にもエアバッグが標準装備されたほか、セットオプションの設定も可能となり、選べるカラーパック、または農業女子パックを選択すると、標準色の ホワイトを加えた発色のボディカラーが選択できる。また、燃費性能の向上により、平成27年度燃費基準を達成し、AT 社は軽トラック唯一の 4AT に多段化した。2014年10月14日、仙台同様富士重工業に、スバルサンバーのグランドキャブとして OEM 供給を開始。2014年12月22日、 2WD の,の MT 車に新セットオプションエコパックを追加設定。リアディファレンシャルギアをハイギア化し、MT に副変速機、エコ、学モード切り替え機構を追加したことで、20.24kmL JC08 モード燃費、平成27年度燃費基準プラス10%達成の低燃費と静かな走行を実現。また、車両を停止し、 クラッチペダルを踏み込んだ状態で副変速機のトランスフォーレバーをローに入り替えることでエコパック非装備の状態で走行することも可能となっている。2015年10月28日トラックの誕生55周年を記念した特別使用者55トンエイチアニバーサリーゴールドエディションを発売外観はフロントグリルをゴールドメッキにアウタードアミラーをブラックボディカラーで ホワイトまたは、シルバーを選択した場合は、ボディ同色に、アウタードアハンドルをボディ同色にそれぞれ変更し、12インチフルホイールキャップ、トップシェードガラス、専用アニバーサリーエンブレム、フロントドア、テールゲートを特別装備。さらに、フォグランプベゼルをメッキからゴールドに変更し、インテグレート CD、AM、FM 付けステレオに、ゴールドのカラープレートを装着した。 ボディカラーは通常オプション設定の選べるカラーパックと同じ発色展開だが、同パック設定色のうち、ブルーマイカメタリックとオフビートカーキメタリックを非設定にする代わり、本使用者専用色として、アーバンナイトブルークリスタルメタリック、オプションカラーとマスカットグリーンメタリックを追加している。2016年10月3日、一部改良。メーカーオプション。 選べるカラーパックが一部使用変更され、特別使用車、55トンエイチアニバーサリー、ゴールドエディション専用色として設定されていた、アーバンイートブルークリスタルメタリック、オプションカラーと、マスカットグリーンメタリックが追加されたほか、カラードドアウターハンドルをボディ同色に、カラードドアミラーを、ブラック塗装、ブライトシルバーメタリック選択時は従来、通理ボディ同色にそれぞれ変更。 インテグレート CD、AM、FM 付けステレオを省く代わりに、シルバー加色のオーディオ、ヒーターコントロールクラスターが追加された。2017年11月13日、一部改良。軽トラック発となる LED ヘッドランプを標準装備したほか、ABS も標準装備。リアケインフックの取り付け構造と T 字フック、ガードフレームが追加された。 ボディカラーも入れ替えが行われ、選べるカラーパック専用色は、アーバンナイトブルークリスタルメタリックと、マスカットグリーンメタリックを廃止する代わりに、ファインミントメタリックを追加。ブライトシルバーメタリックは、標準設定色に格上げした。なお、エコパックは設定グレードの整理に伴い、ジャンボでの設定が廃止された。2018年5月14日、一部改良。 軽トラック発となる衝突回避支援、システム、スマートアシストファイトをはじめ、VSC&TRC、エマージェンシーストップシグナル、ヒルホールドシステム、AT 車のみ、IR&UV カットガラス、フロントウィンドゥ、トップシェードガラス、運転席、バニティミラーを装備した、ジャンボ SA ファイトが追加された。その他、フォグランプが LED 化され、合わせて、 フォグランプベゼルの衣装も変更された。一部のパックの内容も見直され、選べるカラーパックには、IR&UV カットガラス、フロントウィンドゥ、農業女子パックには、トップシェードガラスがそれぞれ追加された、パックへの装備追加は、ジャンボのみで、ジャンボ s f ファイトは前述の、通り標準装備である。なお、この一部改良に伴い、CM キャラクターに、梅沢文夫と、 マスダアケミを起用した。1982年、ホンダ・アクティにビッグキャブが追加。登場はハイゼットジャンボより早かった。10センチメートルほど伸ばされたキャビンに、幅5センチメートルほどのサイドウィンドウが装備されたが、中途半端さが弱点となり、1988年のフルモデルチェンジと同時に消滅した。2002年に三菱・ミニキャブに、 スーパーキャブが追加後に OEM 供給の日産クリッパーにも設定。ハイゼットとの差別化を図るために屋根をロールーフとしたが、室内の広さを求めるユーザーにマッチしておらず、さらにミニキャブの方が高価なため試ア争いでは、ハイゼットの約1割に止まっていた。2014年のフルモデルチェンジで自社生産から撤退したため消滅した。 2018年に鈴木キャリーの派生車種、スーパーキャリーが発売され、2018年5月時点で生産中の車種におけるライバル車種となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。